それでは聖書を開きましょう。エレミア一章、エレミア一章4節から9節まで。エレミア一章4節から9節まで、ご一緒に読みましょう。一章4節から9節まで。はい、よろしいでしょうか。はい、ご一緒に読みましょう。次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に立ち作る前からあなたを知り、あなたが春から出る前からあなたを性別し、あなたを国々の預言者と定めていた。そこで私は言った。ああ神よ、主よ、グラントモーリー、私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。すると主は私に仰せられた。まだ若いと言うな。私があなたを、私をあなたの命じる全てのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共に行ってあなたを救い出すからだ。主の御告げ。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた。今私の言葉があなたの口に捧げた。はい、それについて少し、一緒に考えていただきたいと思います。まあ、急に、福作先生は出席できませんですが、私に頼みました。この御言葉をいいなと、考えました。これを見たらですね、さっきエレミアについて少し拝見した方がいいかなと思います。というのは、この箇所は、このエレミアという本は、紀元前650年ぐらい書かれた、手紙です。まあ、手紙と御言葉ですね。そしてその時もうすでに、北の王国はもうアシリアに捕囚になったので、残ったのは南王国、つまりユダだけで残りましたけれども、ユダは同じ方向に、まあ、王国、南王国のユダは同じ方向に行ってしまいますね。というのは神から少しずつ少しずつ離れてしまいました。だからエレミアには何か難しい、語るべき言葉を神様が彼に、頼みました。そしてエレミアという預言者は悩んでいる預言者だと呼ばれています。なぜかというと、神様、私はふさわしくない、これは難しい、みんな今の言葉は大嫌いと、何か神様の罰ままなくユダの上に与えられるということは一般の人は好きじゃないんですね。私たちは神様のものです、私たちはアブラムの子孫ですとか、安全です、僕の人は悪いけど僕たちはここで神様の守りの下にいますけども、知らないうちに彼らは偶像礼拝したりとか、いろんなことについて神様に対する罪を犯すようになりました。だから神様の憐れみを通してエレミアに、ユダヤの人たちにこの神様の言葉を語るべきですね。
じゃあ4節を言いますと、次のような主の言葉が私にあった。どういうふうに主の御言葉を、主の御言葉が、エレミアに来たのかわからない、説明してないけれども、私たちもよく知っていますね。というのは時々、聖書を読んだり、あるいはメッセージを聞いたり、誰かと話したり、何かその急にその話の中に、メッセージの中に何か言葉が自分の心に させられて、あ、私のためだと。となる人は、それ何も気がつかないかもしれないですけれども、自分自身には何か今日神様から与えられた私のための言葉ですね。まあ、私たちみんなそのような経験があると思いますが、エレミアの場合は神様の言葉はっきり分かりました。幻を見たかどうか、あるいは自分の心の中には神様の言葉を感じたかどうか分からないけれども、具体的にエレミアの想像ではなくて神様の立場からエレミアに言います。というのは5節ですね。5節は神様の御言葉です。ご一緒に5節読みましょうか。私はあなたを体内に形作るから、あなたを知り、あなたが春から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。いくつかの言葉、いくつかのことを気がつかなければなりません。まず生まれる前に神様はエレミアを知ってた。私たちはですね、誰か妊娠しているならば、病院とかどこかで赤ちゃんを見たら、初めてその赤ちゃんの顔を見たら、ああかわいい、こういう形か、わかりますね。神様は生まれる前に、それだけではなくて何か体内に 形作る前から初めてですね、妊娠していた時に、あ、もう神様はこのものを知ってます。この赤ちゃんの初めから終わりまで知ってます。神様はあなたを知り、その時ですね。そして次のは、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、エレミアのために神様は生まれる前に計画を立てた。どういう人か、どういう人になるのか、私たちは人間としてわからないんですけれども、神様はこのものは私の特別なものとして彼を性別します。何のために預言者と定めていたと書いてあります。時々私たちは聖書を読むと、何か神様のなさった、あるいはなさろうとすることについて、あれはちょっと難しい、ふさわしくないと自分の心の中には考えているかもしれません。例えばヤコブは生まれる前にヤコブを愛した。イサオを憎む。生まれる前に神様はそう言ったでしょうね。人間の立場から見たら、あれは不公平じゃないか、なんで生まれる前にこのものを愛してこのものを憎んでいるのか。いやー、ちょっとね、賛成する人は手を挙げてください。誰も手を挙げない。あれは分からない。神様はいつも正しいことをするんですけれども、私たちの立場から考えてみると、
これはちょっと不公平じゃないか、お互いに静かな声でするかもしれないですね。私たちの見方は足りないからです。神様は人間のようなものではありません、ではいません。神様は終わりは初めからもうすでに知ってます。例えばもう一つですね、神様は良いことを愛しています、悪いことを嫌いです。それは正しいですよ。私みんな手を挙げます、はい、賛成します。神様は親切なことを愛します、罪を行うことを嫌いです、罰を与えます。ですからね、人間は何か人の言葉を聞いたり行いを見たり判断することができます。ああいう人はこういうようなものですと、何か目であるいは耳で聞いたことを通して私たちは判断することができます。神様はそこまでする必要はないです。初めから生まれる前に神様が私たちの行く道、行き先も生まれる前に知っています。自由意志を持っていますけれども、神様はどういうふうに選ぶか、どういうふうに歩く行くのか、もうすでに分かります。ですから神様はエレミアに、あなたはこれから預言者になります、まあいつ、分かったか、いつ神様はエレミアに語ったのか分からないんですけども、おそらく例えば30歳あるいは25歳かもしれない、分からない、ここで書いてないと思います。まあ育てて大きくなって大人となって、神様はこの言葉をエレミアに言いました。そしてエレミアの応答は6節に書いてあります。そこで私は言った、ああ神主よ、ご覧の通り私は若くてどうか、どう語っていいか分かりません。他の言葉で言うと、神様あなたの判断、あなたの計画は今回は良くない、私よりもっとふさわしい人がいる。私たち人間はそこまで言わないんですけれども、神様は何か私たちに頼むと、待ち望むことを知っているときに、私たちの答えは、主よちょっと私はできない、私は足りない、 あの人は、そっちの人はどうでしょうかとか、人間は、私たち人間はそういうようなものですね。まあ、ある意味では尊敬します。自分よりもっとふさわしい人がいる。多くの場合は神様の計画、私に対するあんまり無理、もう少し私は楽な道に行きたいと、あれは難しいです。でも神様は全てを作ってくださった方、初めから終わりまでもうすでに知っているお方に、私たち一時的に知識が随分制限されているのに、私たちは神様はちょっともう一度考えてみてください、私より別な人、これは実はね、失礼、大変失礼なこと。社長にですね、お前はこれをしてくださいと、社長私はちょっと無理、隣何々さんにお願いしてくださいと言ったら、ちょっとね、社長は何、神様はもっともっとね高い立場ですけれども、もっともっと神様は私たち何か言うと正しいふさわしい道だということを先に私たちは信じなければなりません。
聖書の中にもですね、いつかの人たちも同じようでしたよ。モーセは神様はまたエジプトに帰らなければならないパロに対する私の言葉を語りなさい。モーセは同じように、私の口はちょっと上手に話すことができません、別の人お願いします。ヨナはですね、ニネベに行けなければならない、彼は違う方向行き船に乗って行ったんですね。いよいよやっぱり神様に従うようになりました。この間イザヤ6章にもですね、神殿の中で主をこの目で見ましたですね、まあ、どの形見たかわからないですけども見てましたですね。ああ私はもうダメだ、罪人だ、また私たちの民もみんなも同じように罪人です。神様の、何でしょうか、呼びかけを聞いて、誰が私たちのために使わしましょうかと誰も手を挙げなかったんですね。小さくして、いや私はダメダメだ。けれども神様は天使を頼んで祭壇からの石炭ですか、何か彼の唇、まあ実際ではないと思います、霊的な形で何か触れて、そうしたら誰が私たちのために行きましょうか。イザヤは、はい、手を挙げてですね、自分は清められてふさわしいです、前はダメダメダメ、神様のさったことを通して、はい行きます、私を、そして神様は、はい、民にこのような言葉を語らなければならない。ですからね、神様何か私たちに頼んだら、私たちの間違いは焦点です。フォーカスはダメです。というのは私たちは自分を見て、いや私は弱いです、私はここでできない、あれもダメですね、いろいろ、フォーカスは、焦点は主に向けなければなりませんですね。すべてをよく知っておられる方、もし私たちに何か頼んだら、主よちょっと足りないと感じていますけど、もしよろしければよろしくお願いします、強めてください、私を使わせてください。マリアと同じようにですね、救い主があなたを通して生まれます。いや私はちょっと難しいけれども、あなたの御言葉そのままにしてくださいと言いました。私たちの焦点、主に向けなければなりません。それで主のエレミアに対するの答えは7節に、すると主は私に仰せられた、まだ若いと言うな。それは何か直接ですね、やめなさい、それはいい弁解ではない、強いですね。そして慰めのような言葉で、私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。自分の言葉でなくて、与えられる言葉、神様の言葉を彼らに語らなければなりません。8節続きます。彼らの顔を恐れるな。やっぱり難しいですね。モーセもパロの前にですね、パロはですね、一言だけで殺せとか、みんな何かモーセを殺しますね、一言だけですね。王様の前で反対するのは大変危険ですよ、ね、また軍隊みんなも共にいますので、一人ぼっちとしてモーセは、あれちょっと大変です、私は
あなたと共にいます。神様は慰めですね。自分の一人ではなくて、実は私はあなたを用いられます。あなたを通して私は語ります。これもですね、私たちはよく覚えなければならないことですね。難しいところで、時々自分の家の中にも親戚の中にも反対する人がいる。だから、もしあなたは神様のこと、イエス様のことについて話したら、急にその雰囲気はきつくなりますね。ある人たちはですね、イエス様のことについて何も聞きたくない、和を守りましょうとか、縁を守りましょう、何かイエス様の言葉何か聞いたら、ある人は喜んで聞きます。多くの人たちは、それはやめなさい、その話、今は教会ではない、家です、私たちの雰囲気を守りなさいと言うかもしれません。だから恐れることがあると思います。社会の中にはイエス様のことは何か公に言うと反対する人もいっぱいいると思います。だから恐れることがあるけれども、主は私たちと共に言ってくださいます。私たちに知恵を与えてくださいます。愛を込めて、尊敬を込めて、真理な言葉を語らなければなりません。9節見ますと、その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた、今私の言葉をあなたの口に授けたと書いてあります。私たちは誰かと証しすると、できるだけ私たちは御言葉を覚え、それを語ったらいいと思います。ですから御言葉を暗記するのは大変大事なポイントだと思います。そうしないと、あなたの件ですけれども、私の件は違います、人と人けれども、不思議に主の御言葉を暗記して、あるいは何か、聖書を開いて、それはちょっと難しいですけれども、人とその外で何か話し合いながら、やっぱり言葉と言葉ですね、炎を開いたりとか、誰か逃げていくかもしれません。暗記した方は一番最高だと思います。正しく神様の言葉相手に語ったら素晴らしいことだと思います。また力があるということです。今日はそこまでですけれども、ヨハネ第一章四章四節を開いてください。私たちは今日この聖句を暗唱しましょう。第一ヨハネ四章、簡単ですけれども、第一ヨハネ四章四節、そして後半のところ、あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力あるからです。よろしいでしょうか。もう一度そこまで読みましょうか。そこから第一ヨハネ四章四節の後半ですね。三、はい、あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力あるからです。もう一回、あなた方のうちにおられる方がこの世に宇宙のあのよりも力あるからです。
じゃあ見ないで、最初の部分は言いましょう。あなた方のうちにいるものは、あのものより力あるからです。あなた方のうちにおられる方が、あなた方のうちにおられる方が、この世のうちにいる、あのものよりも力あるからです。ぜひぜひこの言葉を暗唱しましょう。はい、では一言を祈りします。愛する天のお父様、感謝します。やっぱり私たちもエレミアのようなものだと思います。主よ、どうかあなた様が何か私たちに語ってくださるなれば、私たちは主よ、あなたの助け、あなたと共におられるだったら喜んであなたに従います。神様、どうか私たちの信仰を強めてください。あなた様の頼むことを喜んで、自分が主のために生きることができることを、なんと素晴らしいことだと、もう一度私たちに覚えさせてくださいますよう、お願いいたします。感謝して、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。